あなたがね、どん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 その誰かをインスパイアして、今悩んでいる、英語学習で苦しんでいる、そんな人をどんどん助けてあげていってください。この知識をどんどん伝えてね。Welcome back to Edemy. 皆さんこんにちは。考え方から日本人の英語を変える学校、Edemyです。はい、今回も引き続きベトナムはダナンからお届けしております。はい、このチャンネルのアヤデミーという名前なんですが、アヤミとアカデミーをかけた言葉になっています。教育の場としてアヤデミーを作った、そして私のこのアヤデミーに込めた思いというのは、日本から英語格差をなくす場にしたいっていう思いからこのチャンネルを作りました。英語格差、皆さん格差というものは、貧富の格差もそうだけれども、お金のある人とない人がいるから格差というものは生じるんだよね。だから英語格差、日本には残念ながら現状今ね、英語格差がある状況だよね。英語を話せる人と話せない人がいる。同じ義務教育を受けてきたのに話せる人と話せない人の差がある。ここに英語格差が生じているんだよね。今回はちょっとね、私の思いが込められた動画になるので、ちょっと熱くなってしまうかもしれないんだけれども、このアヤデミーというチャンネルを作ったその背景には、私は日本から英語格差をなくしたいっていう思いがある。なぜか、日本から英語格差、そもそも英語格差なんてあるべきじゃないんだよね。なぜあるのか、それは私たちがね、習ってきた義務教育では、話す、聞くための英語は身につく内容ではないからなの。だけど日本人はとっても真面目だから、義務教育で英語を学んできたのに自分結局話せないじゃん、ほんと自分ってバカなんだよねって、自分をどんどんね責めてしまうでしょ。違うんです皆さんね、日本人っていうのは世界にも類を見ないぐらいにものすごく優秀な民族です。私たちね、そもそもカタカナ、漢字、ひらがなを使うんですよ。そんな国っていうのはなかなかないでしょ。ものすごく賢い民族なんです、私たちはみんなね。だけど、学校教育で英語を学んできても話せないから、他の人の英語を聞いて、ネイティブとの英語の会話に撃沈して、自分って本当にやっぱり話せないんだよね、英語。何年やってもダメなんだよね。自分って結局バカだからな。で、ご自身の能力を責めたり、努力が足りないからなんだよね。で、なったり責めたりするよね。そうじゃないんです。皆さんに足りないのは、ただ話す、聞くための知識。そして正しい学び方、それが分かれば、英語っていうのは 100% ね、100% の例外もなくね、100% 話せるようになります。そして今回の動画では、私が日本の英語教育を担当する大臣でシラバスを作成するとしたら、第1回目の授業で私はこれをお伝えしますという内容を皆さんにお伝えします。すなわち、私が英語人生20年以上を捧げてきて、私は英語に人生を捧げる、今ね、そんな人生だから、っていうかまあ人生一緒そうなんだけどね、英語が大好きで、もう自他ともに認める英語マニアで、いろんなことを学んできて、いろんな知識を得てきて、この20年でね、だからかって思ったこと多々あります。そしてその多々ある知識、すべて学校教育では教えてくれない知識なの。すなわち皆さんが知り得ない知識なの。だけど実際にネイティブとの英会話を身につけるには絶対的に必要になる知識なの。その集大成をすべてお届けします。きっと皆さんにとって目から鱗になるし、これからの英語の学習、そして英語人生変わっていく内容になるので、ぜひお楽しみください。はい、それでは早速始めていきましょう。今回はね、ネイティブ英語の取説っていうタイトルでお伝えします。ネイティブ英語にはね、音声変化はじめ、このチャンネルで何度もお伝えしているけれども、ネイティブ英語の鍵を握るのは絶対的に必要な知識、音声変化です。そしてその音声変化っていうのがネイティブ英語のある意味からくりなんだよね。そしてこのネイティブ英語の取説ではそのすべてをお伝えします。私は皆さんのね、英語のレベルではなく英語の次元を変えていくと決めております。はい。だから 3D メソッドってね、アヤミオリジナル 3D メソッドって呼んだりもするんだけれども、私は皆さんの英語のレベルではなく次元を上げていきます。ということで始めていきましょう。はい。ネイティブ英語のからくりはこう覚えます。手話じゃん、リズム。
つながる、落ちる、調べる。はい、シュワちゃんっていうのは、タタンタンタタン。そう、あの、I'll be back のシュワちゃんです。これは別にシュワちゃんが関係するっていうことじゃないんだけれども、わかりやすいから私はこれをシュワちゃんって呼んでて、このシュワちゃんが何なのかっていうことも後ほど説明します。シュワちゃん、リズム、つながる、落ちる、調べる。これがネイティブ英語のからくり。いいですか皆さん。大事なのはね、学習で大切なのは、多能学習。私たちは聞く、書く、そういうね、読解だの、文法だのっていうのは、多能が主に担当してるのね。だけど大切なのは、右脳学習なの。音楽だったり、イメージだったり、図だったりね。そういう右脳を使っての学習っていうものがとっても大事になります。この、シュワちゃん、リズム、つながる、落ちる、調べるには、音楽も込められているし、イメージも込められているし、右脳を徹底的に活用して進めていきます。そしたら次ね。では、このシュワちゃん、誰なんですか？まあ皆さんご存知の VIP アメリカのシュワちゃん、I'll be back のシュワちゃんでございますが、さて、シュワちゃんっていうのはね、曖昧母音。これね、覚えなくていいんだけれども、英語の表記っていうのは IPA、国際音声記号っていうものがあります。これも学校教育では習わないよね。だけど、英語の正しい音を知るには、IPA が正しい音を教えてくれる先生は唯一 IPA だけなのね。まあ、この IPA も呪文みたいだから、最初はね、いっぱいやったら気持ち悪くなって楽しくないと思うから、気になってやりたいなと思ったらやってください。IPA がわかると正しい音がわかるようになります。そして IPA が何が大事かっていうと、この IPA で鍵を握ってるのがこの手話大御所大先生なんですよ。曖昧母音って言って、このね、小文字の E、小文字の E をひっくり返した音、これが手話って言われるの。だからここに私は同じ手話だからかけて手話ちゃんって皆さんが覚えやすいように、記憶に残るように手話ちゃんって呼んでます。そして英語、ネイティブ英語の鍵を握るのがこのシュワちゃんなの。鍵を握るのはこれ以上に、シュワちゃん以上の存在はいません。どういうことか、このシュワちゃんがどういう役割を担当しているのかっていうと、英語っていうのはね、強弱のリズムがあるの。強弱があるのよ。日本語っていうのは強弱じゃないよね。橋とか橋とか、雨とか雨とか、高低、高い低いがね、英語では、英語じゃない、ごめんね。日本語は音の高さは高い低い。肯定でね、分けるんだけど、英語っていうのは強弱なの。ストレス、強制を置く。ストレスを置く言葉とストレスを置かない弱い言葉。この強弱でリズムを作るのが英語なの。ね、私何回もこれまでも伝えてきてる。強弱でリズムを作るのが英語。そして日本人の英語が通じないのは発音が悪いからではなく、この強弱のリズムがないから。なぜか日本語にはその強弱のリズムをつけるっていう概念がないからなんだよね。そしてこの英語の中で最も多く使われる音が、ストレスが置かれないカッキャッキャ。はい、ストレスが置かれない音節の母音が、このシュワちゃんになることが多いのでございます、皆さん。英語の中で最も多く使われる音、それがシュワちゃん。ね、シュワちゃん習わないよね、学校で。でも、英語の鍵を握るのはこのシュワ、大御所でございます。例えば、バナナ。皆さんご存知のバーナーナ。日本語だと、バーナーナ。どの音も一緒だよね。同じリズムだよね。同じ、なんていうのかな、音の高さ一緒だよね。バーナーナ。英語だと、バナーナ。バナーナ。バナーナ。だよね。そして、この最初の一つ目のあの音っていうのは、これが最も強制が置かれる、バナーナ。ね。の音なんだけど、強制が置かれない音は、バッと、その最後のナは、このシュワちゃんが使われてるっていうのがこれでわかるよね。次は、コンピューターは、コンピューター。コンピューターではなく、コンピューター。そして、コンピューター。どこにストレス置かれてますか？置かれてるのはピューだよね。ピューのところはそのままだけど、ストレスが置かれていないかとあの音に何が入っていますか？シュワちゃんいるよね。こういうふうに、強制の置かれる音以外には、シュワちゃんが使われることが多いのよ。皆さん、シュワちゃんいかに大事かわかりました？そしてシュワちゃんっていうのは曖昧母音って言われるぐらいだから弱くてね、短い音なのよ。
だから聞こえないのよ、ほぼほぼね。そういう、だから聞き取れないっていう現象も起きてくるの。すべての鍵を握るのがこの手話大御所なんですよ。そして次いきます。この IPA に関してはね、またちょっと飛ばすけれども、はい、手話ちゃんっていうのは強形弱形にね、活躍するって言ったけれども、強調する場合を除いてネイティブっていうのは機能語を弱形で使います。はい、皆さん、機能語って何じゃろうか。はい、これも教育、学校教育、日本では教えません。そして絶対的に必要な知識です。そもそも皆さん、英語にはね、主役と脇役がいるのよ。この主役というのが内容語です。そして脇役というのが機能語です。いい？私が皆さんにお伝えしているドラマ学習ね。書き落とす、聞いて書き落とす。書き落とせる単語っていうのは、だいたい聞き取れる音っていうのはこの内容語です。主役たちは聞き取れる。なぜか？目立つからよ。音が目立つ音だから主役っていうのはね。なぜか？機能語、脇役が弱まることで主役を目立たせるの。それが機能語の役割なの。機能語っていうのは主役を目立たせるため、目立たせてるために弱まるのよ。だから、聞こえる音と聞こえない音が現れてくるんだよね。そして、この機能語、脇役の役割を、ここでもまた出てくるのが、手話大御所なんですよ。手話ちゃん、また出てくるよね。大体私たち聞こえない音っていうのは、オブとかチューとかなの。ね、オブはオブじゃない。これも、このチャンネルで何回も伝えてるけれども、オブはオブじゃないんですよ。ロード・オブ・ザ・リングとか見ちゃうからね、オブだと思うけど、オブじゃないの。オブっていうのは、だし、にもなる音なの。だから聞き取れないのよ。私たちがこういうであろう音と、ネイティブが実際に使う音っていうのは、これくらい乖離してるんです。そしてこのズレを修正していくことが皆さんには絶対的に必要になってくるの。そしてこのズレさえ修正できれば、あなたは必ず聞き取れるようになります。そして、ものすごく楽しくなり始めちゃうからね。ということで、ここでも、手話先生が活躍しているっていうのがわかるよね。そして、この内容を主役には、名詞、動詞、形容詞、副詞、疑問詞。それ以外は、機能語、be動詞とか助動詞とか、冠詞前置詞とかいろいろ書いてるけれども、これもね、やっていくから一緒にね、いずれ今後もこのチャンネルではいろいろやっていくので、英語には主役と、いわゆる何がいるんだってわかんないよね。ひどい。英語には主役と脇役がいるんだなっていうのが分かってくれてれば十分です。深い知識はもういらないから、とりあえず英語には主役と脇役がいて、脇役を弱めることで主役が目立つのね。そうなのねって分かれば OK です。次いきます。はい。英語リズムね、これね。英語っていうのはストレスタイムとランゲージといって、ストレス。強制を置くことで話される言語なの。かたや日本語っていうのはシラブルタイムズランゲージ。これシラブルあってやるけれども、シラブルで話す言語っていうのが日本語。英語と日本語っていうのは全く違う言語なんですよ、皆さんね。そしてこのリズム、音のストレスでリズムを作る。ストレスのある音っていうのは強く長く発音する。ストレスのない音っていうのは弱く短く発音するんだよね。そして単語単位と文章単位でストレスが発生してくるの。2音節以上の単語にはストレスの有無がある。例えば、English、English、English。で、in の方に強制が置かれるよね。まあこれも、そうね、書いてる。日本人の英語が通じないのは発音が悪いからではなく、リズムがないから。で、次いきます。超重要なリズムを理解する上で、ものすごく役立ってくれる情報がこの当時制なの。当時制学校で教えてくれないよね。絶対的に必要な知識です。当時制って何かっていうと、ここにね、kids beat drums っていう文章があるでしょ。そして一番下の文章は、the kids will have been beating the drums。単語の数で考えると、最初の文章は単語は3つ。最後の次の文章は単語の数は8つ。これを皆さんじゃあ発音してみてくださいって言ったら、kids beat drums と the kids will have been beating the drums。どっちの方が長いですかって言ったら、2つ目の文章の方が長いよね。そしてそれは正しくないんです。なぜか、英語っていうのはね、単語数に関係なくね、
ストレスの数、すなわち内容語の数で実際に発話される長さが決まるの。単語数関係ないのよ。これどういうことかっていうと、kids, beat, drums。これ内容語は3つなのね。そして次の長かった文章。The kids will have been beating the drums。これ単語ね、内容語は3つで変わらないのよ。他にあるのは5つはこれ、機能語なの。そして機能語っていうのは関係しないのね。音の長さに関係してこない。内容語の数で音の長さは関係してくるの。これ実際に例文をというか音声を流した方がわかると思うので音声を流します。 Kids beat drums. The kids beat drums. The kids beat the drums. The kids will beat the drums. The kids will be beating the drums. The kids will have been beating the drums. 次はタンタンタン、手拍子と一緒に再生してみます。Kids beat drums. The kids beat drums. The kids beat the drums. The kids will beat the drums. The kids will be beating the drums. The kids will have been beating the drums. 私のこのタンタンタンの音、一定だったよね。最初の単語数の少ないものであろうが、最後の数の単語数が多いものだろうが、タンタンタンのこの手拍子は一緒だったよね。このタンタンタンの手拍子は内容語、ストレスが置かれていたところにタンタンタンが発生していて、それは単語の数が多かろうが少なかろうが一緒だった。なぜか内容語の数が一緒だから。ストレスが置かれる数が一緒だから、タンタンタン、三つで変わらなかった。これがリズムの当時性。大事。日本人、英語話そうとすると、だ。Kids will とか、だとか will とかちゃんと発音しようとするでしょ。だとか will は機能語だから弱く短く発音されるものなの。面白いでしょ、英語。最高だよね。次いきます。はい、つながる、落ちるのつながるは、ね、これはね、thank you とか get you とか、その you、to you。こうやってつながるっていうことね。そしてつながるから全く新しい音のように聞こえる。これもつながりが分かってくれば聞き取れるようになりますね。そして次は落ちる。この落ちるも気づけるようになると音が分かるようになる。この落ちるのは何が落ちるかっていうと、最後が T、P、D、B、K、G の時音が脱落する。そして皆さんが覚えておくべきな、これはとってもよく出てくる必要性があるものとしては、him とか her の h が脱落する。im とか r。だから get him。get him ではなく get him。call her ではなく call her。h が落ちる。これ、前の動画でもお伝えしたことあるけども、だから全く新しい音に聞こえるんだよね。大丈夫なのよ、皆さん。知識があればね、分かってくるようになるんです。ただ私たちは学んでこなかっただけなの。大丈夫よ。あなたはすぐ英語分かるように、話せるように、聞けるようになるから。ね、次行きましょう。はい、そして、調べる。シュワちゃんリズム、つながる、落ちる。調べる。はい、調べるっていうのは何なんですか？英語の単語はほとんどが子音で終わるのでございますよ。シラブルっていうのは音のまとまりのね、塊のことを言います。だいたいシラブル構成してるのは日本語っていうのは子音と母音。例えば、なだったら N と A。N は子音、A は母音、な。ね。これで子音と母音で音節が作られてるよね。ただ、英語っていうのはね、子音、母音、子音で終わることが往々にして最後は子音で終わるんです。だから日本人は最後に余計な母音をつけがちなの。この余計な母音をつけないようにするとあなたの英語はぐっとネイティブ寄りになります。なぜか私たちは日本語で育ってきてるから最後に母音をつけちゃうのよ。だけど英語っていうのは子音で終わる言語なんです。基本的にね。どういう例があるかなっていうと、これよく言われるよね。マクドナルド。ね、ネイティブには通じません。なぜか、マクドナルドだからだよね。マクドナルド。カカカカカカカ。
パキ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 ってしてるでしょ。日本語っていうのは音がパキ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 ってしてるけれども、英語っていうのはマクドナルド。これまた一緒だよね。マクドナルド。ここのダのとこにストレスを置いて、目立たせて、こっちとこっちは弱めるわけよ。マクドナルド。ね。これが音節 OK かしら。そしてこれスタンと、スタントマンさんのスタンと、スタンと4つ、英語の場合は4音節だけど、これ英語だとスタン。これ1音節なの。この違い、日本人は子音を終わらせる、子音で終わらせる癖をつけれるようになったら、日本人の英語だいぶネイティブ寄りになります。母音をつけるのを抑える。母音をつけないように意識してみて皆さん。OK かしら？例えば、そしてこの最後は、go、行く、go、そして scratch。これ、文章じゃない、ごめんね。数、文字の数だったら、go と scratch で、数だいぶ違うでしょ？ 2 つの文字か、1、2、3、4、5、6、7。2文字か、7文字かだけど、音節で考えたら同じ1音節だから、go も scratch も、同じ長さっていうことになるの。ね、英語って面白いでしょ？ね、学校で習わない知識なのよ。これが、チュアちゃん、リズム、つながる、落ちる、しらぶるでした。もう一度この動画を見直して、その基礎知識、ネイティブ英語の取説、これさえ頭に入れば、あなたの英語のこれからの学習するときに考え方が変わってきます。英語の捉え方が変わってきます。絶対日本人は英語が話せるんですね。そして日本から英語格差をなくす日も近い。あなたが英語を話せるようになって、そしてあなたがね、他の誰かをインスパイアして、私はこのチャンネルをたった一人で始めて、ね、もちろん登録者数3333、はい、もちろんね、視聴者数3、もう、すごいひどい。0人から始めてるけれども、私は絶対、思いが伝わる。そして一人一人の思いが変わっていけば絶対全国レベルで変わるって信じてます。ね。私の思いに同調してくださるあなた。そしてあなたの思いに同調するその誰か、誰か。あなたがね、どん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 その誰かをインスパイアして、今悩んでいる、英語学習で苦しんでいる、そんな人をどんどん助けてあげていってください。この知識をどんどん伝えてね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。今回伝えたね、ネイティブ英語の取説は私の知識の集大成になるので、ガン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 吸収してどん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 皆さん上達していってください。はい、では今回もこれで終了しましょう。英語学習は嬉しい。画面がね、暗くなっちゃってね、閉じちゃったのかなと思って変になっちゃったので、もう一回これで最後締めましょう。はい。英語学習は、嬉しい、楽しい。はい。今日もよくできました。じゃあ皆さん、すぐまたお会いしましょう。See you guys soon. Thank you for watching. I love you guys always. Bye.